おはようございます。ムリドンです。今日はこの2代目号のパーツを変えたので、それを紹介したいと思います。どこのパーツが変わったか分かりますでしょうか。先日のストラーデビアンケ、すごいレースでした。まだ結果を見てない方がいるかもしれないので、具体的な選手名なんかは控えさせていただきますが、僕の応援している選手が3位に入りまして、それはもう手に汗握る展開でした。はい、この応援してる選手ずっと先頭の方を引いてて、逃げてて、このまま優勝したら大金星になるなということで、本当に本当に、最後まで、白熱したレースを見ることができました。パーツの方の話に行きます。一目で分かると思いますが、変わったのはこのサドルです。開封の様子を撮ってあるので、まずそちらをご覧ください。はい、ご覧いただいたようにハープという、群馬県のサイクルショップ滝沢のプライベートブランドのサドルです。お値段はなんと3000円でした。サイクルトレンドというイベントで買ったので、通常価格よりは安くなっていると思うんですけど、それでも3000円という非常にもう廉価中の廉価と言っていいと思いますの、サドルです。よくYouTube なんかでは Amazon とかアリババなんかで中華サドルを買いましたというようなレビューをしている方がいます。あの辺は1000円とか2000円とかちょっとまた桁違いに安いかもしれないんですけど、もう3000円というのはサドルという製品の価格帯で言えば最安値のさらに下の層だと思います。一般的にブランド物のサドルだと5000円でもちょっと手に入らなくて、だいたいボーダーラインが1万円からメインストリームになると2万円から3万円ぐらいの製品が多くて、で5万円から6万円なんていうサドルも当たり前のように売ってる世界なので、その中で3000円のサドルというのは通常なかなか手を出さない類のものだと思います。で今まで僕はこの2代目号にはこれをつけてました。セライタリアのフライトチタニウムチームエディションというやつです。形状としてはこうフラットな形で、上から見た形は、ちょっと古い形、しゃもじ型のサドルです。このサドル自体は定番品で使ってる方も多いと思います。でこれを選んだ理由っていうのが形とかでは全くなくて、このデザインがフレームのカラーリングと合うかなというだけの理由で買いました。で1年ちょっとこれを使ってました。でこっちのハープの3000サドルを買ったので、変えてみました。自転車乗りの間にはサドル沼にはまるという言葉があります。自転車は長時間この
自転車の上に乗って走る趣味なので、どうしてもこのサドルの上に体重をかける割合が多くて、お尻の痛みに悩まされることになります。で、まあサドルはいろんな形があるので、その自分のお尻に合ったサドルを選ばないと、もう痛くて痛くて走れないという状態になってしまうので、その自分のお尻に合ったサドルを見つけるまで、いろんなサドルを取っ替え引っ換えするっていうのをサドル沼にはまるという言い方をします。で、僕の場合もサドル沼にはまっていて、結構何本かサドルを買いました。で、僕の場合は幸いなことにお尻の痛みは全くありません。どんなサドルでも乗れちゃうので、逆に新しいサドルを買うのに抵抗がなくて、気になるサドルがあるとどんどん買っちゃうということで、まあ多くのサイクリストとは違う方向性のサドル沼にはまってます。で、まあ通称3000円のサドルには手を出さないような類のものなんですけど、実はこのサドル前から知ってました。ちょっと前になるんですけど、バイシクルクラブという雑誌で、これバイシクルクラブの2018年1月号なんですが、このバイシクルクラブのエディターさんで菅さんという元プロライダーの方が、います。で、この1月号の特集でサドルの特集をやりました。で、この時にちょっと囲みのような、まあ、コラムかな、で菅さんのサドルへの異常なこだわりという記事が載っていて、ここで紹介されていたのが実はこのサドルでした。この1月号の記事を読んで、このサドルは気になっていて、まあ滝沢さんに行った時に買おうかなと考えてたんですが、今回サイクルトレンドに滝沢さんがお店を出店していて、そこでの販売されていたので買いました。はい、実はあまりに安いのでもう一つ買いました。3000円のサドルを2つ色違いで買ってしまいました。で、今日早速サイクリング行くのに、このサドルにして走ってきました。もう走り出した瞬間にびっくりしました。結構パッドが柔らかいサドルなんですが、今日はレーシングパンツを履いてこのサドルに乗ったんですけど、レーシングパンツのパッドが2枚になったんじゃないかっていうぐらい柔らかくて、全く痛みは出なさそうな感じがします。まあ僕の場合は硬いやつでも、それこそパッドがないようなやつでもほとんど痛みがないので、まあその柔らかいメリットはあまり享受できないんですけど、お尻の痛みに悩んでる人がこのサドルに座ったら、あ、これ痛くないだろうなっていうような感じがします。で、流行りの穴あきサドルだったりとか、まあ、カーボンレールだったりとか、そういうものは全く使ってない、本当に、オーソドックスなシンプルなサドルなんですが、これは菅さんのようにこだわりで使う方がいても不思議じゃないなというような、本当に3000円という値段さえなければ名サドルになりそうな気配のする、そんな乗り心地を感じました。実はあまり詳しく紹介するつもりはなかったんですけど、今日のサイクリングで本当にとても感動したので、今帰ってきて、急遽このレビューを撮ってます。で、まだそんな何日も乗ったわけじゃないし、年単位で乗った時にへたれ具合とかそういうところが分かんないので、もう本当に文字通りインプレッションになっちゃうんですけど、僕はもう値段をとりあえず考えずに、このサドルはぜひ試してほしいサドルだと思います。
入手制になんかあって滝沢さんに行くか通販で買うしかないので、そういう意味ではアマゾンとかアリババの中華サドルのように気軽には買えないかもしれませんけど、頭の片隅に入れておいていただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。以前にもサドルを買ったというお話はしたことがあったんですが、僕今手持ちのサドルがまあまあ数あるので、その辺近日中にまとめてまた動画でご紹介したいと思います。ブリトンでした。